ちは、店長です。今日は、品番6000番の、メンポリダンガリーの無地についてご説明したいと思います。まずカラーから、お説明したいんですが、一番上に載ってるこのカラーが、カフェオレ、ブラウン、ローズ、ネイビー、ブラック、グリーン、レッドの、7色展開になっています。でこの生地の一番の特徴がですね、当店の生地の多くは白糸×色糸のシャンブレーになっているんですけれども、この6000番シリーズに関してはですね、白糸×色糸ではなくてですね、ベージュの糸×色糸という組み合わせになっています。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、ここですね、これが、白糸ではなくて薄くベージュに染めた色を、糸を使っています。でかける、横糸が、色糸ですね。なのでちょっとこう温かみのあるカラーに、なっています。明るいこうはっきりしたカラーというよりもちょっとこうカントリーっぽい、そういう雰囲気の、カラーになっています。こんな感じですね。で、当店の一番人気の4500番という品番があるんですけれども、それとはちょっと糸使いが、違うくてですね、同じ、太さの糸ではあるんですけれども、使ってる糸がちょっと違うの で、であとですね、加工が、少し違います。なので4500番よりももう少しコットンに近いような、そういう雰囲気の布地になっています。こちらの方が、手触りとしては柔らかい手触りになっています。ちなみに一番人気はですね、こちらの、ネイビーになっています。男の子の、ハーフパンツだったりとか、スモックとか、そういうのに、結構皆さん使われてるみたいで、あのセーラーカラーのスモックを作られている方がいらっしゃってですね、その画像を、貼ります。こちらです。すごくね、可愛く仕上がってますね。はい。でこういうパターンでも結構相性がいいので、ぜひね、お子様の何か、作る時とか、あともともとこれはあのエプロンを作るように企画しているので、もちろんエプロンにしても、すごくいい生地だと思います。メンポリ生地なので、もちろんシワにも、強く、コットン 100% よりも、乾きも早いので、ぜひお試しください。店長でした。